ガチ相談、好きな人ができません、助けてください。へえ、そうなんや、どんまい、やれば Tinder とかタップルやれよ。で、Tinder とタップルの人は俺に案件ください。俺が無限に出会ってみせる。Tinder もお金もらいながら無限に出会ってみせる。俺が証明する。まだ中学生で知るか、始めろ。あんな関係ないもん。18歳以上ですか、18歳以下ですか、あんなお前のさじ加減や。関係ねえ、偽れ。で、なんか問題とかなれ。身分を偽って問題になれ、ガキ。わかったか、大問題になれ、学校とかで。整形は普通にそこそこでらしいね。俺も始めようかな。日本で Tinder 始めて無双しようかな、ムキムキに。でも俺多分なんやけど、いや、なんかね、アメリカおった時かなんかね、ちょっと Tinder なんかみんなやっとったし、俺もインストールしてみようかなと思ってインストールしてみたと。で、これなんか適当にマッチするやん、ピュピュピュって。で、適当にマッチするっちゃけど、あれってマッチしたらなんか LINE みたいなのしばらく やりとりで言っちゃう。こうなんか、はいみたいな、Where are you from? Japan みたいな、そのなんか Where are you living now? アメリカみたいなくだりがあるっちゃけど、そもそも LINE 返さんちゃう。俺 LINE 返さん人やけん、あれができん。あそこの壁高すぎる。マッチなんかどうでもええねん。マッチの次の壁が高すぎて超えれん。めんどくせえ、マジで。あれで、やめた。クソめんどくさすぎてやめた。死ね、なんやこれ。その後のハードル高すぎるやろ、つまんねえ。 LINE 電話したら、そう、めんどくさい、 LINE 電話するまで。とマッチしたらもうマッチに入っとけ。その状況がマッチない。だからチャットでやり取りしとう時間はマッチじゃない。マンコに入っとう時間がマッチない。ふざけんな。別に文章でやり合っとう時間は別にマッチじゃない。そんなこと言い出したらツイッターなんかマッチしまくっとるわ、お前。無限マッチ編やぞ。ちょっとバズっとうやつなんか大マッチングや。ちげえ。6時やね。じゃあぼちぼち配信落とそうかな。お疲れ様でした。じゃあみんなお疲れね。バイバイ。